松本人志の文春報道をめぐり、アテンド役として記事に名前が出ていたスピードワゴンの小沢和弘、9日の時点ではタレント活動を続けていく旨を事務所がサイトに掲載していたが、一転して13日、体調不良を理由に休業に入る旨を発表した。松本への批判もさることながら、会を世話した小沢に対する批判もまたネットを中心に広まっていた。この小沢の休業発表を受けて、芸能界各所からは小沢、松本擁護の声や、休業の目的について様々な意見が交錯している。今回は、小沢の休業発表で実質引退か、小沢和孝休業発表の理由について紹介していく。文春の報道を受けて、吉本興業は、報道を完全否定し法的措置を検討していくなどとし、8日に松本の活動休止を発表。松本から、まずは様々な記事と対峙して、裁判に注力したい旨の申し入れがあったとした。報道が出てからこれまで、松本は一度も公の場で釈明などはしていないが、そのまま裁判へ突入することとなると見られている。そんな中、本騒動においてアテンド役として飲み会の場を用意し、女性たちを呼び寄せたことで、疑惑の片棒を担いだとされていたスピードワゴン小沢和弘が動きを見せた。小沢の所属事務所、ホリプロコムが公式ホームページを通じて、芸能活動を自粛することを13日に発表したのだ。週刊文春の報道によると、小沢は飲み会の会場となったホテルの部屋に入室前、情報漏洩を防ぐために女性たちから携帯電話を回収していたなどと言われていたり、松本と二人きりにされた女性に対し、携帯を没収されて返信できないと分かりながら、大丈夫、無理すんなよなどとメッセージを送信していたとも言われている。これは万が一問題になった際にトラブルを避けるための工作だとする知り合いの証言も出ているようだ。このような疑惑の中、関係者からは小沢はそのようなことをするような人間ではないという擁護の声も散見された。小沢の所属事務所ホリプロコムも公式サイトで、小沢はこれまで通り活動を続けてまいりますと発表していた。その理由について、小沢の行動には何ら恥じる点がないからであります。一部週刊誌の報道にあるような飲み会をセッティングした事実は一切ありませんなどと弁明し、疑惑を強く否定していた。ところがそれからわずか4日後、小沢は一転して休業を宣言したのだ。ホリプロコムのサイトの発表には、弊社所属タレントのスピードワゴン小沢和弘に関してご報告いたします。小沢本人より、一連の報道において現在も関係者及びファンの皆様に混乱やご迷惑をおかけしていることに強く責任を感じ、芸能活動を自粛したい旨の申し出がありました。弊社としてはその申し出を受け、当面の間小沢の芸能活動を自粛することといたしました。出演を予定していた番組、イベント等の関係各位に多大なるご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。とあった。休業が発表される前日の12日には、小沢の所属するスピードワゴンは静岡市で開かれる爆笑、お笑いライブ in 清水に出演予定だったが、イベント運営会社の公式サイトで、明日出演を予定していたスピードワゴンですが、小沢和弘の体調不良により、今回の公演をお休みさせていただくことになりました。と報告されていた。小沢に恥じるような行動はなかったとして、一旦はタレント活動継続をしていたにもかかわらず、短期間でその発表を覆した小沢に世間からは、文春が第2弾、第3弾とネタを持っていることから、最初強気だった小沢も表舞台から消さないといけない事態になったか。体調不良を理由にするにはあまりにもタイミング良すぎるし、行動に恥じる点がないのに芸能活動自粛って、あの文春の記事はある程度信憑性があったってことなのでしょうか、などの批判が相次いでいる。事務所の判断ではなく、あくまで本人の希望ということだが、なぜ発表を一転して活動休止の運びになったのだろうか。自身が幹事を務めた飲み会がきっかけとなり、先輩である松本が休業をする中、自分だけ芸能活動を継続するという選択はなかったのかもしれない。小沢と親交の深いお笑いコンビチュートリアルの徳井よしみは MBS 系のせやねんに出演し、彼もかなり現状へこんでるんで話は聞いたりしてます
などと小沢の現在の様子を明かしていた。今回の報道で小沢もかなりダメージを受けているとも考えられる。一方で小沢の休業宣言は文春に対する損害賠償を明確化させるためなのではないかという見方も出ている。元読売テレビアナウンサーでジャーナリストの辛坊治郎氏は今回の松本人志と文春の裁判について、日本の名誉毀損訴訟では類例を見ない高額の賠償をめぐる裁判になるだろう。松本さんは全番組辞めると発表されました。これどういう意味があるかというと、全番組辞めると損害額の算定がものすごい簡単なんです。松本さんクラスが 1,2 年番組を全部辞めるというか、 CM も含めて辞めると数十億になると思うんですよ。これ仕事続けながらだといくらの損害額なのか算定するのがものすごく難しいんだけど、休業することでこれだけ仕事がなくなりました、損害額は20億ですとか30億ですとかっていうことがはっきりと提示できる、そういう意図もあるんじゃないのかなっていう感じが実はしております。誹謗中傷では賠償金は微々たるもの。小沢も松本同様、休業中に失った収入分を損害賠償請求するつもりなのかもしれない。さらに今後も活動を続けた場合、表に出る職業ゆえテレビ番組などで余計な発言をしてしまうリスクもある。今後裁判になることを考えると、そういった危険性をできるだけ排除したいという思いもあった可能性がある。そんな中、ロックバンドマイ・ファースト・ストーリーのボーカルで歌手の森進一の息子としても知られているヒロが12日に自身の YouTube チャンネルを更新し、松本の週刊誌報道をきっかけとした一時活動休止に関して言及した。スタッフからこの件について意見を求められるとヒロは、いやまあ完全にはめられたなって感じと話し、被害を告発した女性を痛烈に批判したのだ。あんな会さ腐るほどあるしさ、誰かが女の子を連れてきてどっかの部屋で飲もうよって余裕で俺も経験したことあるしね。俺の主観だけで考えると、そもそもなんで8年前のことを言ってるんだろうって、8年前の飲み会のことなんて覚えてないってなっちゃうと率直な感想を話したのだ。確かに彼の言い分もわからなくはない。毎日多くの人と顔を合わせ多くの仕事をこなすであろう芸能人がその度に起きたことを覚えているとは考えにくい。8年前のことならなおさらである。しかし被害を被った方からすれば、当時から現在まで8年間毎日テレビに映る相手を目にするたびにフラッシュバックしていたのかもしれない。必ずしも女性が松本をはめる目的で告発したとは限らないのだ。そんなヒロ自身は2022年に自分の記事が文春に出た際、公式 YouTube にて文春記者に直接電話して抗議した経緯があった。ヒロ自身、今回の松本に対する文春法を受けて思うところがあったのかもしれない。さらにこれまでにも文春に対して苦言を呈してきた堀江門こと堀江貴文も小沢の休業について自身の YouTube チャンネルで言及した。堀江は小沢と以前から交流があったと説明した上で、非常に仲が良くてですね、巷で言われている小沢くんの誕生会、そちらの方にもお邪魔させていただいたことがと話した。今から18年ほど前の話と前置きした上で会の様子を話した。女性も多くその場にいたり、芸人タレントもたくさん参加する誕生日会だったという。しかし何かやましい行為を誘導するようなことは一切なかったと説明。普通にお話をして仲良くなるようなことは全然あると振り返っていた。小沢の人柄については、先輩を立てるというかですね、余計なことは言わないというか、ある意味奥ゆかしいというかと話した。加えて、今回の件の真相が明らかになってはいないとはいえ、本件で芸能活動を自粛するのはちょっとおかしいと話した。一方で今回の件を報道した文春については、よく週刊文春はきちっと裏取りをして完璧な記事を書いてるはずだみたいな話がありますが、なわけねえだろうと、あの検察とか警察ですらその事件を作ろうと思ったら証拠捏造したりとかするんですよ。金儲け目当ての一週刊誌、モラルもないような他人の超プライベートなことまで暴露して金を稼ぐ最低の集団、証拠なんかね適当なんだよ
だってさ、あいつら別にさ、後で裁判結構負けてんだよ。にもかかわらず何の責任も取らず金だけ儲けてとんずらだよ。ひどいやつら。と週刊文春の記事の信憑性について疑問を呈し、痛烈に批判した。今回の小沢の休業宣言は、もしかすると今後全力で文春に対する訴訟を戦うための準備に入ったことを示しているのかもしれない。世間からもこの件に関して様々な声が上がっている。ヒロが言ってたけど、松本人志が狙われたのは、文春はいくら積まれてももみ消さないと全芸能人に分からせるため、そのために松本人志を選んだ。多分それ正解だと思う。松本さん個人の裁判だからと吉本は知らぬ態度だが、そもそも吉本の体質自体が招いたのではと思う。同時に小沢はもう表舞台には出てこないのではと思う。お膳立てしたのだから、この際松本さんに気を使わずに女性との真実を洗いざらい話して、いろいろな意味でしこりを残さないようにするのが小沢さんの役目だと感じる。他にも関係してる後輩芸人でアテンドした人はいるんじゃないのかな。どこかアテンドが当たり前になっていたんじゃないの。やましいことがあるからだんまりしたまま様子見ですかね。火のないところに煙は立たないですよ。これまでのコメントを出すタイミングも吉本やまっちゃんの流れに沿ってたよね。おそらく事務所間で調整してたんだと思う。真意のほどはわからないけど、身の潔白を主張してたのに活動自粛は疑惑が深まるだけだと思いますよ。この自粛宣言によって世間の疑惑は深まっているようだが、果たしてこの後の裁判はどのような展開を迎えるのか。裁判の結果次第では小沢は復帰できるのだろうか。今後の動向に注目が集まる。